むすびちゃん、盲導犬ユーザーってどんな毎日を過ごしていると思う？目が見えないとお仕事をするのは難しいよね。盲導犬と買い物や散歩をしているのかな。お母さんとか家族の人にいろいろ手伝ってもらってるんだと思うな。なるほどね。実際はむすびちゃんの想像とちょっと違うかも。今日は盲導犬ユーザーに密着して一日見せてもらいましょう。密着、盲導犬ユーザーの一日。今回ご協力いただくのは盲導犬ユーザーの山本誠さんと盲導犬の楓です。一人暮らしなの？どうやって生活しているんだろう。お仕事もしてるんだね。山本さんの今日はこんな予定です。むすびちゃんがお友達とは違う暮らしをしているように、ユーザーも人それぞれいろんな暮らし方をしているよ。朝はまず楓のお手入れから始まります。盲導犬はいろんな場所に行くから、外で毛ができるだけ落ちないようにブラッシングしているんだよ。マッサージ効果もあって大事なお世話の一つなの。楓のお世話が先なんだ。そうなの。盲導犬ユーザーになるには犬のお世話ができないといけないから、ちゃんと練習もしているんだよ。冷蔵庫を開けているってことは、もしかして朝ごはん？ご飯も自分で用意しているんだ。パンとハム、チーズ、何ができるのかな。トースターも使うんだね。アレクサ、5分経ったら教えて。しゃ、アレクサ、ストップ。いただきます。おいしそう。今は何をしているの？今は楓のトイレの時間だよ。盲導犬はワンツーの声かけでできるように習っているんだ。ワンツー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 。我慢しなくていいように、それぞれの犬に合った時間でトイレに行くんだよ。そうなんだ。楓は歯磨きもするんだね。山本さんも歯磨き。顔も洗って、あ、ヒゲも剃ってる。よいしょ、ふくふく選んで、これとこれでいきましょう。あれ、なんでシャツとスーツってわかったんだろう。山本さんはいつも同じ場所に洋服をしまっていて、場所で覚えているんだって。他の盲導犬ユーザーや視覚障害のある人で同じ工夫をしている人も多いよ。むすびもお母さんに使ったら元の場所に戻してってよく言われる。かえちゃん行くよ。じゃあカム、準備ができたみたい。行こう。ハーネスをつけて会社へ出発。はい、行きましょう。ゴーゴー、グッド。山本さんも楓もとても楽しそうに歩いているね。グッドグッドかい、グッドグッド。え、駅？電車に乗るの？ゲッドゲッド。楓
改札は楓が場所を覚えているのかな。改札とか階段はここら辺にあるはずと思いながら、ユーザーが盲導犬に探すように声をかけるんだよ。そっか、楓が全部覚えることはできないもんね。電車の扉も改札とか階段と一緒？その通り。ユーザーがアナウンスや電車の音を聞いてドアの指示を出すんだよ。席空いてますよ。ありがとうございます。私の声の方こちらなんですけど、はい、どうこちらです。こちらライト、はい、5空いてます。グッド、はい、ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。目が見えないとどこの席が空いているかわからないから、今みたいに教えてくれるとありがたいんだよね。このお手伝いなら結びもできそう。会社に到着。会社の中も2人で力を合わせてスムーズだね。おはようございます。おはようございます、はい、ライト、ゴー。さて、お仕事お仕事。山本さんは会社で社員さんの健康を支えるマッサージのお仕事をしているよ。予約や確認の仕事はパソコンを使っているよ。へえ、いろんなお仕事があるんだね。山本さんのお仕事中、楓はお昼寝タイムだね。お食事行きますか。わーい、お昼休みだ。なんで時間が分かったんだろう。スマートウォッチで時間を読み上げて確認したんだよ。なるほど、スマートウォッチってユーザーさんたちにも便利なんだね。あれ、どこに行くんだろう。山本さん、トイレに行くの。楓のトイレに来たんだよ。時間を決めて楓のトイレに行くようにしているんだ。このベルトを使えば多目的トイレの中でもできるの。ワンツーワンツーウェイト。お片付けも楽ちんそうだね。やっとご飯だ。お仕事仲間と一緒でいいね。あれ、楓のご飯はないの。朝と夕方の1日2回の食事だから今は食べないんだよ。そうなんだ。午後のお仕事も頑張ってね。よし、じゃあ帰りましょう。お先します。お疲れ様です。よいしょ。山本さん、お仕事お疲れ様。ここからは楓の出番だね。お疲れ様です。帰り道もなんだか楽しそう。あ、お店に入った。夜ご飯はお友達と外食、いいな。いい匂いがしているけど、楓も一緒にいて大丈夫？お疲れ様です。盲導犬は人の食べ物を食べたりしないから大丈夫だよ。ご飯を食べるお店も一緒に入っていいって法律で決められているの。そっか、静かに待ってられるんだね。到着。はい、ただいまーって、はい、行こう。山本さん、楓、お帰りなさい。あれ、パソコン画面はないんだね。何か聞こえる？パソコンは文字などを読んでくれるソフトがあって、見えなくても使えるんだよ。仕事でも使っていたよね。 LINE 音声のアプリの使用時のみ、音声今回のみ。 LINE スマートフォンも同じで、画面のものを読み上げてくれる機能があるんだよ。本当だ、知らなかった。これなら見えなくても使えるね。
楓もお家に帰ったらリラックスモードだ。今日は一日ありがとう。そろそろ帰ろっか。待って、最後に一つだけ山本さんに質問してもいい？どうぞ。山本さんにとって楓はどんな存在ですか？楓は、そうね、まあ、家族であり、恋人であり、子供であり、かけがえのない相棒だと思います。素敵だね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、おやすみ。むすびちゃん、どうだった？仕事行って、ご飯食べて、むすびのお父さんの生活とあんまり変わらないんだね。楓のお世話も全部自分でやってることがびっくりだったな。楓にやってもらうことと山本さんがやることそれぞれあって、お互い支え合っていて、なんだか楽しそうだった。そうだね、いろんな発見があったよね。今日見たこと聞いたことをお友達にも教えてあげてね。うん、明日早速学校で話そう。